ウォーターボーイズは2001年に公開された日本映画。監督は矢口忍。成り行きから文化祭でシンクロナイズドスイミングを発表することになった男子高校生の奮闘と友情を描く青春コメディ。展示でシンクロナイズドスイミングに挑む男子生徒たちを指すこともあるが、ご自体は映画プロデューサーが作った造語である。2003年にはフジテレビにより、 ウォーターボーイズと題して映画の2年後を舞台としたテレビドラマが制作された。静岡県相楽町が舞台。部員は鈴木里志ただ一人という配部寸前のただの高校、水泳部に美人教師佐久間恵みが顧問に着任した途端、部員が30人に激増。ところが佐久間が本当に教えたかったのは、なんとシンクロナイズドスイミングだった。 恐れをなした多くの部員たちは逃亡。しかし取り残された部長の鈴木、何事も、中途半端な元バスケ部員の佐藤、筋肉をつけたいガリガリのダンス少年、太田、金づち克服と水の力学の解明を目指すガリ弁、金沢、ちょっと女の子っぽいさおとめの5人はなくなく、学園祭に向けて、シンクロをやる羽目に。しかし佐久間は突如、妊娠によるつわりを引き起こして休職してしまう。 さらに、学校のプールは、男子がシンクロを行うことをバカにした、バスケ部により、釣り堀として使われることになり、周囲からバカにされまいと5人は急にやる気を見せ出した。すでにプールに放たれていた魚を捕まえ、オカマバーのママなど地元の商店街から協力を得ながらも、予行演習で、全くシンクロらしい演技もできず、水泳部の責任者、杉田を怒らせて、 プールの使用を禁止されてしまう。学園祭の発表は絶望的になる中、鈴木は予備校で桜木女子校の空手少女、木内静子と出会い、一目惚れ。もちろん、学園祭でシンクロをやることは言えるはずもなかった。ある日、木内と訪れた水族館で見事に泳ぎ回るイルカのショーに触発された鈴木は、怪しげなイルカの調教師、磯村に頼み込み、 離れかけていた佐藤たちと共に水族館や海でシンクロの練習に鍛えられて見事に上達していく。ある日、海で練習していたところに水難救助隊が駆けつけてきた。練習を海で溺れていると勘違いした人による通報だったが、これが話題を呼んでテレビ報道されるまでに至り、多くの住民をはじめただの公全体も引きつけてシンクロは 正式に実施されることが決まり、大勢の生徒によって演じられることとなって、勢いを増した。それでも、水族館練習中に発覚した佐トメが、前々から佐藤に恋をしていたという真実、自分が学園祭にシンクロをやるのだと機内に明かせない、鈴木と部員二人の心は迷っていた。だが、学園祭前日、学内で、ぼや騒ぎが発生してしまい、消化のために、 消防隊はプールの水を用いほとんど使い切ってしまった。男子高校生たちがシンクロに挑む青春活劇でモデルは男子校の埼玉県立川越高校の水泳部が実際に1988年から文化祭の演目として行っているシンクロ公演。1999年プロデューサーがニュースステーションで放送された川越高校水泳部の ドキュメンタリーを見て映画化を着想。後に、矢口忍監督が加わり、50メートルの屋外プールで、部員全員で繰り広げるインパクトのあるシンクロ演技と、その背景にある文化祭に訪れる近隣の女子高生にモテたいという不純な動機の面白さに、これは映画にすべきだとして、2001年の映画化に至った。撮影の1ヶ月以上前からシンクロの練習を、 開始する必要があることから売れている俳優をキャスティングすることはできず、丸々2ヶ月以上スケジュールが空いている若手の俳優のみを募集して、当時まだ無名だった妻吹里市や田巻博志らがキャスティングされた。撮影開始後も千葉県内の学校のプールに拘束されて連日シンクロの練習を続け、シンクロ付けの日々を送った。後に、矢口監督は彼ら自身も何か鬱屈した。 ぶつけたいんだ。っていうエネルギーがたまりに溜まっていたので、それがスクリーンにそのまま映ったというのがお客さんに伝わったんでしょうねと語っている。劇場公開から徐々に口コミと地方キャンペーンで話題となり、結果的に大ヒット映画となった。当初は少数の映画館のみの上映だったが、全国各地での地道なキャンペーンと独特の宣伝展開で劇場数が増え、 最終的には上映劇場100巻、上映期間は6ヶ月を超える。この現象は映画業界で話題になり、それ以降同じような映画が乱立した。シネマコンプレックスの普及と時期と重なり、2000年以降の邦画復活のきっかけを作った。本作のヒットを受け、2003年に富士テレビがテレビドラマ化、映画スタッフがドラマ制作に参加することにより、 映画の世界観を壊さず、ドラマ化に成功し、高視聴率を記録。この映画から連続ドラマという連動は、その後他局にまで影響を与えることになる。この後フジテレビは、パートにスペシャル版と制作し、完結した。また、同じスタッフで映画、スウィングガールズが制作され、映画、ウォーターボーイズの倍以上の興業成績を記録した。 映画、ドラマのヒットにより、全国でシンクロブームが起こり、高校を中心に男子シンクロ部が設立されるなど大きな影響を与えた。映画のモデルになった川越高校水泳部のドキュメンタリーが人間ドキュメントやスーパーテレビ情報祭前線で放送され、同校の文化祭は約3万人もの入場者数を記録するまでになった。ウォーターボーイズと題して、 フジテレビ系で2003年7月1日から9月9日まで放送された。続いて、ウォーターボーイズ2が2004年7月6日から9月21日まで、ウォーターボーイズ2005夏が2005年8月19日と20日に放送された。ありがとうございます。